大選手、はい、今日その衣装は一体。そうですね、今熱戦が繰り広げられている世界バレー、そこに今僕も乗っかろうかなと思いまして、はい、この日本代表のユニフォームを着ました。まあ、ちなみに背番号は02オス、そして名前はジェンオスです。なるほど、はい、オスは02でオスですね。はい、02でオスです。今バレーが盛り上がっ、ちょうど盛り上がって K1 が K1 盛り上げないといけないと。そこでですね、まあ放送している曲は、まあ、TBS じゃないですか。なんでこれは世界バレーうまいこと乗っかれば公開練習が地上波に流れるんじゃないかとちょっと思いまして、そこでまあバレブーとブーナスにも協力していただいてですね、まあ、今日日本代表になりました。なるほど。あ、それオス君バレーの経験は？バレーの経験一切ないです。ほっ、あ、うん、すごい。絶対カレンチルドレンです。なあ、青いですね。あれ結構うちはですね、結構うちは NJKF のタイトルを取った時にあれなんよ、絶対カレンチルドレンのオープニングをかけたんですよね。かけてそこからまあ発展ミクに変わっていったんですけど、まあ、その縁でズッチルはちょっと縁があるかなと思ってるんですね。ジェンオ選手出身ってどちらですか？僕は、兵庫県西宮ですけれども、こいつめちゃくちゃ京都弁なんですけど、ね、まあ、ほぼ関西弁なんですが、初のメガネ、初メガネですね。ちょっとあいた、メガネがね慣れないですね。縁が気持ちは良いそうです。そんなこと言う。随分筋肉が。はい、先ほど全日本女子バレーボールのユニフォームを着たときに、自分でちょっと似合うなと、ユニフォーム似合うなと、そういう体になってきたんかなと思いましたね。やっとやっと。いや、バレーボールはね、やっぱり飛んでくる球っていうものは、まあどこから飛んでくるか分かりませんからね。ボールのある軌道でね、だからザンビースのフックとね似たようなもんがあるんじゃないですかね。それをうまいことを、まあ、まあレシーブでやりましたけど、まあ、あれはガードになり、まあ、フックになっていくんじゃないですか。僕のパンチに変わっていくと思います。ザンビ対策もパンチ、そうですね、完璧です。具体的にザンビ対策としてどういうことですか？まあ、バレーを抜いたらですね、まあ、やはりまあビデオをしっかり見てですね、まあまあ、ディフェンスはしっかり練習してきましたし、まあ、ザンビースに効果的なパンチというものを自分で、まあ、そして大宇さんの指導のもと練習してきましたね。ザンビースの心を読みたいですね。こいつが訓練されたの？もちろんここでのシルバーウルフでの、まあ、練習はもちろんですけど、ボクシングトレーニングっていうものを増やしました。まあ、具志堅両方と会長の元に出向きましてですね、まあ、具志堅会長からザンビ対策、まあ、教えてもらいました。やはり世界チャンピオンは人と違うなっていうのはすごい感じましたね。空気が違いますよね。接したしてもらったんですけど、あとはまあ結構直感的な方でバッと行くみたいなね、ピシッバッバッみたいな、だからそのバッっていうものを理解するのにちょっと理解しようと今頑張ってるんですけれども、やっぱりその具志堅会長ではその
分かってはるんですよね、そのバっていうのけども、なかなか僕はそのバが分からないんで、これ今ちょっと頑張ってイメージトレーニングで練習してます。右アッパーだよ、右アッパーだって言ってましたね。けどなかなかね、その速攻してまでできるもんでもないんで、ちょちょずつ頑張ろうかなと思ってるんですけどね、ちょちょずつね。何で倒してるの？パンチで倒すでしょうね。僕が勝つ、僕が勝つが 100% パンチでしょう。トーナメントを勝ち進んでて、はい、まあ、決勝戦に当たる誰かなと思われます。まあ、佐藤さんがいいですかね、やるんであれば。まあ、佐藤さん、ちょっと待ってくださいね。佐藤さんっていうのも気も、まあ、あるんですけど、まあ、そのついこの前韓国で、イースワン、一緒に練習していたイースワンがアマドラゴ選手と戦いましたよね。でああいう負け方になってしまったんで、まあ、僕は、まあ、イースワンとスワンと一緒に練習して決勝でやりたいねみたいなことを2人言ってたんで、まあ、仮に僕が決勝行けるんであればドラゴとやりたいですね。皆さんペトロシアンを警戒しているような、はい、さん、いや、もちろん、まあ、ペトロシアン強いと思います。世界最強だと思いますけれども、自分の相手はザンビーズである以上ペトロシアンはまだ見てないですね。ザンビに 100%、 そしてザンビで僕の最高を見せれたらいいなと思ってます。ワンマッチのつもりでいきますね。今回の試合に向けて特別に用意した秘策はそうですね、まあ、具志堅スペシャルもまあもちろんなんですけれども、大宮さんと一緒に練習しているパンチがいくつかあるんですよね。まあ、コンビネーションもしっかり、それを出せたいな、出せたらいいなというか、出しますね、出して倒します。カレン・シルドレンの、葵なんですけど、野上葵や、野上葵やってますよね。漢字もなおです。はい、野上、野上明の野上です。何この状況。